デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。ほんと寒いよ。ギュッグッグッグッと寒い。冷気が来てますね。首、だけと端部だけには厳しい寒さ、もうわざとじゃないかっていうぐらいのね、このすっごい寒い。首だけと端部だけ、ほんとに。まあまあやっていきましょうか。じゃあやりましょう。はい、ということでこのコーナー、皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間が1ヶ月から3ヶ月ぐらいとちょっと伸びておりますが、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問じゃんじゃんバリバリ大募集中でございます。投げかけていただけたらなと思っております。さて今回は YouTube 動画、エアガン、インナーアパレル、真鍮スチール、ステンレスのメリット、デメリット、デメ裏に聞きたいコーナーへのコメントでございます。佐々木武蔵さんからのコメントありがとうございます。最近サバゲーの昼休み中に一騎打ちをしたり、ハンドガンを組み立てて先に組み上がった方が打つという遊びをしているのですが、組み上げ対決の話をした時にジャッキーチェンの新香港警察のやつかと盛り上がりました。あれはチャンバーに先に弾を入れてるからマガジン装填とコッキングの手間が省けるの子供の頃は分からなかったよなと話題になったのですが、ここで一つの疑問が生まれました。あれ撃てるのかと。装填されていてもハンマーが起きていないならトリガーを引いても意味ないだろうし、アッパーフレームをつけるときに最後まで引いてつけてるから廃墟されるんじゃないだろうかと疑問が湧き上がってきます。実銃グロックの内部構造を知らないので、そもそも内部ハンマーがあるのかどうかも知らないので、実際のところなのでしょう。今後実銃で組み立て対決をするときに参考にしたいので、ぜひ答えてほしいです。実銃で組み立て対決して撃っちゃったら死んじゃうよね。うん、気をつけてそこだけは。うん、はい。これは私ちょっと改めて見てないんで全然覚えてないんですけど、ジャッキーチェンの、まあ、イメージは分かります。はい、というかですね、はい、実銃を触ったことがないので。あ、グロック、グロックということなんですけど。そうです、はい、でグロックはストライカー方式なんで、ピンがポーンと飛び出すタイプなので、はい、あと実際にやったことがないものなので、ああそうかとあんまり思わなくて、実弾を込めてテイクダウンすること自体がちょっと変だよね。先に入れて組み上げるっていうのも、入れてからチャンバーに先に弾を入れてからマガジン装填とコッキングの手間をかけるの子供の頃は分からなかった。いや、ハンマーがフックされてて上から弾入れたら打撃した時に発火するっていうことは分かるのよ。はいはい、テイクダウンの意味はテイクダウンしてあったのを組み立てて先に撃ったってことでしょ。なんか対決してるんじゃないのかな、この劇中でも。劇中でもパッと2つあってガチャガチャガチャって対決っていうか、なんか目の前にあったのガチャガチャガチャってこう負ける方がね、負ける方はガチャガチャガチャって一生懸命組もうとしてて、ジャッキーチェーンはただただ弾入れてバーンって撃ったっていう、確かそんな絵だったと思うんですけど。コックされててダブルアクションだったらありえるかもしれないよね。シングルアクションは無理だよね、コックされてなきゃ、うんうん、で、あとちょっと絵をねちゃんと見てないんで分かんないけど、要はここの疑問は、で多分ね、質問が俺分かってないんだよね。君の手間が省けるのはね、一つの疑問。打てるのかと。想定されてもハンマーが降りて、だからちょっと順番が分かんないけど、疑問に思うぐらいだからちょっとあれおかしいなっていう順番なんですよね。先に多分バレルの中に弾を入れて、チャンバーに弾を入れて、で
そっから一瞬組んで最後まで行ったら廃墟されてねえのなるんですよ。されるよね、エジェクター引っかかったら、でもバンって多分ジャッキは打っちゃうでしょ、まあ、エジェクター壊れてたんじゃない。まあ絵だからね、そういう風に、映画だからそういう風にバチンってはまって引いてエジェクターが引っかかったらエジェクションポートが開いてパコって、え、俺どうすればいい、これ見てないからわからない。まあ映画ドラマはあります、若干のあれおかしいなっていうところはありますし、もうジャッキーの映画ですからね、香港映画ですからね、そりゃジャッキー死んじゃったら困っちゃいます、話終わっちゃうんだ、ジャッキー勝つ決まって身も蓋もないこと言うね。え、わからないのが俺の答えで、多分俺見てないわこの映画多分。いや有名なシーンだと思う、なんかにつけて多分出てくるけど、でもおすすめのがあるよ俺、はい、目隠し銃早組対決ベータスペッツナーズってのがある、はい、それお昼休みにやるといいと思うよ、みんなでみんなで、あ、多分誰も打ち出せないっていう状態になるから、デメさんがやったのがこちら、こちらね、これをやると、これ対戦さん募集してるんですけどね、誰も出てきてくれ、誰もやっぱ、シーゼと田中ちゃんにやってもらう、明君も絶対嫌だっつって、で落ちかけて、うん、これやってよ目隠しして、えまだいいじゃん、こっち来てるんだから知らないとこでやれっつってんじゃないんだよ、分かるでしょ大体どこに何があるかっていうのね。まあでも早っ、何、俺わかんねえわこれ、わかんねえわこれっていうか、この遊び自身が、え、バラさなきゃダメ、そこ、まあ、遊びとしては早組みして先に打った方が勝ちという話でしょ。まあまあたまにあるやつ、そういうのやってる人も、うちらもシューティングやったもんね。あの組んでからシューティング開始ね、まあ、タイムはもうそこから始まってるみたいな、うん、わあごめんなさい、自分がそんな疑問に思わなかったのと、あとは見てないから分かんねえものは分かんねえし、分かるって知ったかしてもしょうがないでしょ、分かりません。でグロックはちなみにストライカー方式で内部ハンマーとかじゃないはずですよ、はい、ということで参考になってないけどしてもらえればと思います。あとやっぱ実銃で組み立てたいけどしちゃダメだね、どっちか死ぬからね、組み立ててもいいけどその後撃っちゃダメ、撃っちゃダメ、これエアガンのようにいかないから、はい、ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK、 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー、皆様からのご投稿お待ちしております。